皆さんこんにちは、ゼンちゃんです。というわけで今回はセレクション山岡選手使っていきたいなと思います。もちろん2体持ちしてます。まあ、やっぱねこのドロップカーブは取っておかないといけないかなと思ったんで、まあ、2体持ちしているんですけど、今シリーズから超高速進化が復活してます。前回ついてたのが2018年のシリーズ1なんで、まあ、結構久しぶりの復活ですね。超高速進化がつくだけで結構変わってくるんで、まあ、この使い方がね結構鍵になってきます。それでは称号をやっていきます。で、山岡選手ね、星1の丁寧な投球で全動地を狙うことができるんで、まあ、今回は本なしでやっていきます。で、全部で3回できるんで、まあ、3回しっかりやって、まあ、1回か2回でつけばねそこで終わるんですけど、まあ、つくまでやっていきます。いや、星1で全動地とかありがたいよね。で、こういう時に限って、まあ、大体3以上がつくのはもう当たり前、まあ、一応9位に乗るんだったらねそれでいいんで、まあ、あんま良くない称号がつくなら、まあ、本格派のままでいきます。さあ2つ目が攻めの投球術。なかなか星1つかないね。本当に星1でいいんだけど、もう別に星2以上は求めてない。もう普通に星1でお願いします。1個で1個で1個喧嘩投法、惜しい。逆喧嘩投法だともう9位しか上がんないから、今回は本格派で我慢します。大会期間中、しかも朝の5時にねルーム戦を募集するっていう、まあ、かなり狂気じみたことやってるんですけど、まあ、入ってきてくれたんでね早速ルーム戦やっていきます。なんで大会ルールでやっているのかというと、まあ、超高速進化はですねもう大会ルールでめちゃめちゃ強いからです。まあ、ランク戦だとねそこまで強くないんですけど、もう大会ルールになったらねかなり化けるんで、もう今回は大会ルールで使うしかないということでルーム戦やってます。で、全く意識してない時にこれが飛んできたらもうね 100% 打てない。絶対こんな感じになるんですよ。なんで超高速シンカーっていうのはもう不意をつくのが大事。もう他の球種をいっぱい投げといて、もう相手の頭の中からね超高速シンカーが外れた瞬間に投げてあげると、もうものすごい効果的です。なんでね、まあ投げすぎはあんま良くないかな。まあ、単体でも結構強い球種なんでね、まあそこそこ投げてもいいと思うんですけど、まあ、投げすぎだけは注意した方がいいと思います。これはちょっと詰まらせてるね。まあ、本当はね2018シリワンの方がもちろんナックルカーブでやっぱドロップカーブの方が強いと思うんで、効果的だとは思うんですけど、まあ、18のシリーズ1の山岡選手持ってる人ほとんどいないと思うんでね、ここ最近のそのナックルカーブに変わった後の山岡選手だったら、まあ、今シリーズが一番強いと思います。ちなみに今回ホークス純正に山岡選手ぶち込んでます。スピリグ予選が始まったんでね、やっぱそのホークスの選手に慣れときたいということで、もう野手はホークス、ピッチャーは山岡、そんな感じでやってます。うわ、もう佐々木誠さん、もう佐々木誠さんしか勝たんのよ。もう佐々木誠さんを制する者がホークス純正を制すって言われてますからね。ちなみにこの動画の後半でねセレクションを追加回してるんですけど、まあ、意外と尺食ったんで、今回はこの1試合だけで終わります。ガチャもねちょっと楽しんでいただければなと、予想以上に引くことになっちゃったんで、しっかりねスカウトの方も、見てくれたら嬉しいです。なんの詰まり方それは。どうしてそうなった。フォアボール、よく見た。で、今年の山岡選手ね普通に調子いいですし、まあ、あと中継ぎ登板もね今年1回やってるんで、まあ、中継ぎ適性が復活するかもしれないし、まあ、得点圏被打率もね結構低いんで、まあ、もしかしたら超大ピンチが復活する場合も、まあ、なきにしもあらず、まあ、断言はできないんですけどね。まあ、タイピンも結構望めるようなそういった成績残してるんで、まあ、シリーズ2の山岡選手は結構期待できるんじゃないかなと個人的には思ってます。まあ、今の球種で超タイピンチがついたな。どっちが強いんだろう、ドロップカーブと。で、今よくあんだけ能力落とされてて飛んだな。やっぱアーティスト能力あんま関係ないね。それではしっかり抑えて勝ちましょう。高速進化をできる限り使っていきたいんですけど、本当投げすぎても打たれるんでね、狙われたら結構打たれやすい球種なんで、もううまく外していくことが大事。ただ他の球種をどんどん初球から振ってくるんで、できる限り積極的に投げていかないと投げる機会がなさそう。ちょっと他の球種はできる限りボールに投げます。一旦他の球種見せたいんだよね。いや、シンキングは打たれそうだから、ちょこのスラブ見逃してほしい。さあ見逃して、この後はね結構効くんじゃないかな。
さあちょっと詰まってるよね。危なかった今ちょっと思ったより狙われてた気がする。もう最後はもうシンカー攻めでいきます。この高めのシンカーはものすごい強いですからね。あの狙ってる場合はあそこ逆に振りやすいかな。で似たようなとこから一旦縦スラ見せといて、でもう一回シンカーいきます。振らない。結構キワキワに投げてるつもりなんだけど。さあ見逃してナックルで仕留めましょう。振らない。でこれシンカー投げたいよね。これシンカーある程度張られてると思うけど、やっぱシンカーでいこう最後は。さあ詰まってる。超高速シンカーは偉大です。セレクション第2弾、今100連回してるんですけど、まあ、確定外からね1枚も引けなかったということで、まあ、1弾の時はね自チームの又吉選手獲得できたんで、まあ、追加はしなかったんですけど、ちょっと2弾はね追加していきます。現在獲得しているのが田口さんと大野さんと山岡さんです。1弾と2弾合わせて190連引いてるんですけど、今のところですね全員投手なんですよ。なんと野手1枚も引けてないっていうね。まあ野手が欲しいなそろそろ。あのスピリッツ4100の野手ね1人もゲットできてないんで、とにかく今回は野手を狙って引いていきます。さあこんだけ確定外から引けてないからね、あの100連以降で確率が収束して、あの神引きができると思ってるんで、あの1弾2弾総じて言えることは A ランクだけはやたら来るっていうね。で S ランク全然引けてないんで、いやもう A ランクどうでもいいから S ランク引かせてくれ。うわーようやく来た。で100年以降はね、あのセレクションの選手確定なんで、まあ被らなければ、あとあのとつれる選手があの欲しいかな。湯浅選手と松川選手と、あと1人誰だったっけ、あと1人誰かねとつれないんですよ。それ以外だったら、おお伊藤博美さんはとつれる。伊藤博美さんは普通にあの A ランク5枚持ってるんでありがたいですね。そうだ、今の10枚目で思い出した、安楽選手です。安楽選手もとつれないんで、まあ、その3人と今当たってる4人以外、てか他ほぼ野手じゃない。また投手だったね伊藤博美さん。これなんか投手のあれに呪われてない、大丈夫かな。ちょせめてあと1枚 S ランク出るまで回そうかなと思ってるんですけど、ちょそろそろその投手の呪いから脱却したい。だから A ランクはめっちゃ引くのよ。 A ランク5枚出てるのよ。ちょっと追加します。追加してきました。もう本当にあと S ランクが1枚出るまで引きます。 S ランク1枚出たらもう誰でも諦めます。おおもう早速引けた。ちなみに今獲得してる選手はあの普通にみんなね狙いの選手なんで、ミキサーは多分かけないんですよ。ってなるともう今宮選手を自力で引くしかないんですけど、牧選手来た、ようやく野手来た。でも今宮選手が引けないな。ちょっとミキサーかけれるほどのあれなんだよな、選手じゃないんだよな普通にみんな。おい2枚引き、湯浅選手はミキサーかけたい。正直2枚引き、ここに来ての2枚引き、ちょっと迷うね。牧選手ねエキサイティングで取ってて同値決まってるんですよ。なんでまあ牧選手ミキサーに、もうちょっともう1回だけいこう。もう1枚、もう次こそ本当に終わります。あの次 S ランク出たら終わるんで、もう次誰だろうと S ランク引いたら終わって、あの狙いの選手じゃなければもう牧選手と湯浅選手とそのあと1人出た1枚でノーマルミキサーして、もうそれでも外れでももうしょうがないです。もう今宮選手引けなくてももうシリーズ2にかけます。もう絶対シリーズ2の方が強いから。飛ばない、やばいな。これポピン案件ですね。これあと1枚って折っちゃうと長くなるからな。いやーこれはカットだな、多分カット。笑わなければカット、カット。そろそろ神様慈悲をくれ。もうかなり苦しんだ。あのセレクションはそこまで喜べてない今のところ。まあ、又吉選手を60連目で引いたぐらい本当に。あー飛ばん、もうちょっと。なんでここに来て沼るん。うわレッツゴー、白白白白白、あーなー、うーわーマジかー。追加この30連ゼロはきつすぎる。うわ1枚は出ると思ってた。あーもうしんど、あーもうしんど。うわようやく出た。もう本当にやばい。もう
バチクソカットしてくる、超引いちゃいました。全く出なかった。100連ぐらい S ランクなかった。もう本当にひどい。うわー、岡本選手、あー救われた。よし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 、もう勢いでもう一回引いた。もう多分出ると思ったもん。なんか今のところ被ってないんだよな。なんかうまい具合スルーって言ってるから、それはそれで怖いけど、本当にこれでラストですね。これがもうプロスピセレクション終わりです。もう今年のセレクションは。もうこの選手が最後です。はい。おー、伊藤博美選手被ったから、ようやくミキサーできます。もうね、ずっとミキサーしたかった。もう野間ミキです。もう野間ミキして、もうそれで被ったり、狙いの選手じゃなかったのもしゃーない。うん、それはもうしょうがないです。ということで、ちょっと待ってね。この3人でミキサーします。お願い、もう神よ。神よ、今宮選手をください。もうこれ以上は無理なんです。もう諦める。うん。もう普通にシリーズ2にかけよう。もうでも写真が欲しい。そう、能力等より写真が欲しいんだ、俺は。今宮選手、お願いします。来い。ダーッとすこーい。